私の PC です。まあ、集団ストーカーに会ってからね、前の PC なんかはもう、ね、何回リカバリーかけたんでしょうかね。もうすぐに、ね、やられてしまってね。もう、で、リカバリーもすらもできなくなってしまいましたね、前の PC では。で、今この PC なんですけど、この画面見てもらえばわかるんですけど、こんな斜線入ってましたよね。私、荒っぽい使い方しないんですけど、全然。で、ね、キーボードなんですけど、ね、Q とかさ、これ。ね、私がこれね、外出してるときにね、一日外出し、この PC をね、自宅に置いたまま、外出して帰ってきたら、キーボードが壊れてました。こっちは使えるけど、こっちはね。で、まあ、前もちょっと動画で紹介したことあるんですけど、ね。やたらこの画面がね、この F12 を押すと出てくるこの画面がね、勝手にチラ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 出たで、それ脳内音声でね、ままよとか言ってね、聞かせられてね、これがね、しつこく何回も出たりとかね、それ確か書いたと思う、動画で紹介したと思うんですけどね、ツイッターで。まあ、そういうふうにね、こう、なったりします。ね、集団ストーカーに会うと、PC も、こんな感じで、結構やられます。そういうことです。ここね、以上です。